サダ・マサシ・サダ・マサシのディスコグラフィライブ2001ライブ2001やは1993年9月25日に発売されたサダ・マサシのライブアルバムである。サダ・マサシライブ2001公演が行われたフェスティバルホール1993年7月21日にフェスティバルホールで行われたサダのソロデビュー後通算2001回目のコンサートのライブ録音である。 限定版。山桜の歌から始まり、ざっと日本の四季の移ろいを歌う構成になっている。リリース当時未発表であった20周年記念アルバム、アイミテノの制作は完了しており、収録曲がアルバムリリース前に歌われている。バックは、石川隆彦を中心に、アコースティックギターと、拓馬久吉のマリンバパーカッションだけという、アコースティックサウンドでまとめられているが、アンコールでは、 オーケストラと共に登場している。山桜の歌僕に任せてください。石春飛び梅桜。散る。風のわりびつゆの後先トークその2。最終案内二時の木2001や。変路、我もこうトークその2。手のひら先行花火精霊流し。終次回落日点まで届け公共学マホロバ。点まで届け以降はアンコール。ありがとうございます。